どうもなおちんです。本日もマインクラフトやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今までが俺スイッチ版でやってたんだけども、 Java 版で始めたいと思います。まだね、操作に全然慣れてなくって、ちょっとわけわからなくなると思うんだけども、まあどんどん慣れていこうと思います。おお、いきなり村があった。いいぞ、いきなり村発見しました。で、ちなみにモッド入れてます。モッド入れてるので、それをまずはね試していきたいと思うよ。モッド入れるのってなかなかね難しかったよ。めちゃくちゃ難しかった。で、入れたモッドが一斉破壊モッドっていうやつを入れてます。木やら石やらそういうのをもういっぺんに破壊できるっていう、そういうモッドです。まあだいぶね楽になるとは思うんだけども、どんな感じかとりあえず見てみよう。村の近くでやるとちょっと迷惑かけちゃうかもしれないから、これぐらい離れてからやってみようか。まずはちょっとアイテムを作っていきます。出来上がりました。これでいいのかな。で、ブロックを壊すと、あれ、ちょっと待ってね。あ、今のは土だからか。こういう感じ？うん？なってる。石をね、壊したらそれに隣接した同じやつが、壊れるんだね。オッケー。あ、というと、この、石炭なんかも、お、一気に壊れる。お、いいね。いいよ、いいよ。丸石は一斉に破壊できないみたいね。なるほど。はい。で、土を壊すときはシャベルにするとガシッと。おお、すごい。うわ、これはめちゃくちゃ楽だぞ。これは、あ、これはブロックだから、わあ、一気に行く。え、じゃあ、斧はどうなんだ？木を切ると、おお！一発でなくなる！簡単にさら地にできる。さら地にすることがめちゃくちゃ簡単になった。はい。これは整地がめちゃくちゃ楽だね。これ、あ、これ丸石か？丸石はダメなんだよな。あ、ダメだ。ああ痛い。クリーパーがいた。丸石はダメなんだ。これ丸石もいっぺんにいけるやつないのかな？ちょっと今度探してみよう。丸石もいけるとね、もっと楽になるんだよ。わおはははすごい。これどんどんいけるよ。なんじゃこりゃ。もう最強のシャベルだね。最強だ。何これ、すごすぎない？どんどん下いけるわ。どんどんしていこう。ちょっとね、わけがわからなくなってきたんで、最初からやり直します。壊しすぎたら、なんかダメだ。意味がわからなくなる。なので、あのモッドを使うのは、ちょっと考えないといけないね。もう地形自体が、わけがわからない地形になってくるので、ちょっとあれは考えもんだな。とりあえず、町でも探そうか。町探して、ベッドを、確保しよう。いや、ベッドはあれだね。この羊を倒して、ゲットしよう。ベッド完成。とりあえず家作ろう。あ、町あった。ということは、いいか。うん。とりあえず、向こうの町で、ちょっとリスポーンする場所を作りましょうか。あ、ベッドいらなかったな。まあいいや。とりあえず、持っとくだけでも全然違うしね。あ、よかった。ゾンビ村じゃなかった。防具ゲット。はい。とりあえず、村も見つけましたし、装備も、石装備が完成しました。一斉破壊モッドが若干微妙だったよね。
丸石が壊せないっていうのが結構微妙だったんで、もう少し何かいいのがないか探してみます。うん、モッドをね、いろいろと試しながらやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。